アメリカ合衆国のタンク車タンク車とは、タンク型の荷台を取り付けた貨車のことである。積みは、ガソリンや灯油などの石油製品や、各種化製品などの液体、機体や、セメントのような粉体が主である。日本国有鉄道における、車種記号は、他が付される。日本の多岐4万3000系貨車。このタンク車は大枠が省略されているタイプ。 構材を組み合わせた大枠上に積載装置である円筒形のタンクを搭載する形態である。積み荷である液体、気体、分流状物質は包装や梱包をせず直接タンク内に注入して運搬される。構造上の特徴として大枠の中間部が省略可能である点が挙げられる。大枠は 鉄道車両にとって、車体全体の基礎となる重要な部分であるが、タンク体を頑丈に作って、強度を持たせて、枕張りの中間部を省略し、枕量から、橋量とタンク体を強固に連結する構造とした、多岐9900型が1962年に登場した。大容積のタンク体が、使用可能となる、本構造は、後年の改良によって、 拠点間輸送用の多機43000系ガソリン専用タンク車に応用された。同系が使用開始された後、タンク車の転覆大破を原因とする国内外の重大事故の多発を受け、安全上の懸念から一旦は申請を禁じられたが、本構造の高い輸送効率と安全性等両立する手法が確立したことから、1982年には、 タンク体の破損防止対策を講じることを条件として再び申請が可能となった。最近の新しいタンク車はこの構造によるものである。また、タンク内部には防波板と呼ばれる仕切りの板が入っており、制動時に中の液体の揺れを抑える働きをしている。この防波板はタンク内部が満タンであることを前提に設計されているため、 タンク車を運用させる際は満タン、もしくは、空着で走らせようになっている。積載装置と積み荷が直接的に接触するため、比重、腐食性の有無など、積み荷の物理的性質、科学的性質に応じて構造は異なる。このため、各車両には特定の品目だけを積載する、専用種別が定められる。例えば、多機線型はガソリン専用車であり、 タキ5450型は、液化塩素の専用車である。石油類は一つの専用種別として表記されるが、沸点の低い軽油、灯油を輸送する車種と、沸点の高い重油を輸送する車種では、荷下ろし装置や安全装置など、細部の構造が異なる。日常の運用では、タンク内を洗浄した上で、他の積み荷の輸送に転用することもある。例としては、 ガソリン専用車を重油輸送車とする転用例が多数存在する。積み荷の性質に応じた構造例と日本における車両形式の例を以下に示す。上、多機4万系下、多機4万3000系上、多機2万9100系下、タム8000系上、多機5450系下、多機1万8600系、多機1900系。 二万2 4 7 0 0多岐二2 3 6 0 0系、タム2 0 0 j r 根岸線根岸駅構内に留置されたタンク車群。構内の奥側には JX エネルギーの専用線と石状が見える。日本においてはサミュエル・サミュエル商会が自社石油製品輸送用として1893年に使用を開始した車両が失踪とされる。 現在まで続く円筒形のタンク体を持つ車両は1900年から使用を開始した。当初は輸送車、輸送車。記号は油の後消し、現在のタンク車は1928年の国鉄貨車の称号改正によるものであり、同年5月17日立ち第385号により交付された。使用開始以降の経緯から荷主自らが車両を所有し、 鉄道事業体に石油を置く、私有化社として現在まで発展してきた。大数的に多い石油類の場合、かつては石油元売りが多く保有しており、各社のロゴが大きく描かれていたが、1980年代以降は、ほとんどが日本オイルターミナルや日本石油輸送などの専門輸送会社に移管された。近年は ISO 企画コンテナを、 積載可能なコンテナ車が多数製作され、主に小ロット輸送が主となる化成品輸送において、タンク車からタンクコンテナに移行する事例が多い。輸送時間短縮と見替えの容易さを実現可能とするコンテナ輸送の利点に加え、従来から使用してきたタンク車自体の老朽化振興に伴う事業者の設備更新の一環である。輸送規模の小さな拠点では、 近隣の拠点への集約や輸送手段の転換、輸送自体の廃止などもあり、タンク車の在籍数は専用種別を問わず全時減少傾向にある。JR に移行した直前の1986年度末には、総数で1万2302両のタンク車が在籍したが、2005年度末の在籍は、総数で4719両である。 昭和40年代だけでも、次のような危険物を積載したタンク車の事故が、発生している。AB、東日本大震災から10年、被災地へ走った、前例なき緊急石油貨物列車。鉄道マンたちの挑戦。NHK ラジオ。2021年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年4月26日閲覧。 ABC ここでいう、ガソリンは、ガソリンのほか軽油、灯油のような沸点や、因果点の低い石油製品を指す語である。AB ここでいう、石油類は、重油や、潤滑油のような沸点や、因果点の高い石油製品を指す語である。北海道などの寒冷地の重油輸送用タンク車では、 冬場に荷下ろしをしやすくするため、外部から加熱したりタンクに保温材が巻かれていることがある。ハット後のロイヤルダッチシェルの前身であり、日本ではライジング産石油を経て、現在の昭和シェル石油に至る。ホームに、塩酸の雨乗客のくボロボロ、朝日新聞昭和48年7月11日、長官、13班、23面。今度は、硝酸が漏れ。 朝日新聞昭和48年7月14日、長官、13番、23面。ありがとうございます。